开通站是九代 iOS 版的第十三次实况开始，来逛逛克雷拉吧。一个很大的沙坑，970块钱，看到沙坑就觉得不太妙。不死鸟的羽毛，左右两条路，先走右边。原石，想到原石就让我想起女神转生的魔石，也是加血用的。食べ物がないあるよ，没有吃，没有食物。この町には，这座城市，何も食べ物がないあるよ，什么食物都没有啊。アレクサンドリア名物クイーンズミールはないあるか？有亚历山大的名产。皇后的蜜的，蜜的是什么？肉吗？有这种东西吗？南ゲート名物満々のカステラはないあるか？有南闸门的名产元蛋糕吗？比较怪的。又有一个世界。この街を守る砂嵐は魔法の力によって発生させているのです。守护这座城市的沙暴是以魔法的力量产生的。魔力を持った石を取り付けたハープを奏で、そして神聖な踊りを踊ることによって砂嵐を維持しています。以弹奏拥有具有魔力的装上拥有魔力的石头的竖琴，然后再跳神圣的舞蹈来维持沙暴，又弹又跳来维持沙暴。キラワナイデ，不要讨厌我。啊，トンガリ帽子のバケ。是尖帽子的妖怪，それ以上近寄らないで，不要再靠近我们了。やっぱり俺たちを襲うつもりだったのか，果然是要攻击我们吗？问题很多。グルメシアに残ったみんなは生き延びてくれているだろうか，留在グルメシア的人。有活着吗？クレイラへ逃げることができたのはほんのわずかな人数だけだ。クソ，能逃到克雷拉的只有少数人而已。可恶！雷神的护手。所以这里就是往左边走的路，左右边这样子是互通的。砂嵐の音がうるさくて毎叫，啊，沙暴的声音好吵哦，烦死了。
クルメシアから出たの僕初めて。我是第一次離開クルメシア。よ、クルメシアで会った兄ちゃんじゃねえか。何か必要なものがあったら言ってくれよな。よ、你不是在クルメシア见过了那个大哥吗？如果有什么需要的话，就请跟我们说。哦，卖道具啊，卖武器，买个两把吧。这个匕首已经自己有一把了，逆鳞棍，这个都不用吗？雷神兔手刚才有捡到，三角帽子、头戴、魔术师的帽子。背心，哎呀，直接买这个就好了。可以，头戴，好。就不用了吧，头戴，防御力降低，可是魔法防御上升，回避率上升。もう故郷へは戻れないのかしら。已经回不到回不了故乡了吗？吊桥。僕は何も。我什么也。行ってみろ。なぜブルメシアを襲ったんだ？你说啊，为什么要攻击布鲁梅西亚？孔丘秀，混账！孔丘秀，孔丘秀。おやおや、皆さん、穏やかではありませんね。哎呀，各位，还真是吵闹呢。こいつがブルメシアを襲ったやつなんだ。这个人就是攻击布鲁梅西亚的人。僕は何も、我什么也没有。哎，真是伤脑筋啊。item なら少しはありますが，我有一些道具。迷惑镜，治疗迷惑。这到底什么东西？从这里下来这边，上去应该就是大圣堂了吧？그래라의오케사마가코라레르노와카레코레샤크넨브린나리마스。有客人来到克雷拉，已经有将近100年不见了。
僕は何も悪いことはしてないのに。我根本没有做什么坏事啊。哎，回音草。一碗100块钱，这个价格算是公定价吗？好像到处都是这个价格。麻醉剂，哦，莫古力，记录一下。这里不能过去啊，所以往这边应该是瞭望台吗？万能药，又有一个世界。キノコあるよ，有蘑菇。キノコあるよ、よもぐえ。このキノコ、初めて見るキノコあるよ。就是我第一次看过的蘑菇啊。四下无人。食べられるか。能吃吗？エプロンをした変な人のお友達ですか？你是那个穿围裙的那个怪人的朋友吗？どこの言葉でしょう？あのあるよというのは、他的话到底是哪里的话？所以最后就是这里了吧，大圣堂左右两条路，这里应该是往瞭望台的，没错。私たちクレイナの民はウルメシアの民と同じくおとりの民です。我们克雷拉的子民跟布鲁梅西亚的子民一样，是无道的子民。しかし私たちは古来よりの伝統を守り続けているので、そのおとりの持つ魔力はブルメシア以上だと言われています。但是因为我们维护着自古以来的传统，所以据说武道的魔力会比布鲁梅西亚更强。その昔、クレイナの民とブルメシアの民は同じ地で共に暮らしておりました。从前，克雷拉的子民与布鲁梅西亚的子民是在同样的一块地方一同生活的。しかし、古文を重んじるようになったブルメシアの民との争いを避けるため、この木に移り住むようになりました。但是为了避免与重武的布鲁梅西亚子民交战、争斗吧，就移居到这棵树上了。回音草，哎呀，
クレーナの民が私たちを招き入れてくれて本当に助かったよ。クレーナ的子民愿意接受我们，真的是太棒了，得救了。ここの奴らはちょっと話しかけにくいけど、結構いい奴ばかりみたいだな。这里的人呢，虽然好像不太好，不太容易讲话，可是都是一些好人的感觉呢。不太好讲话，应该说这些人都比较稳重的感觉吧，也许他们觉得讲起话来有点不自在。ただいまこれより先へお通しするわけにはいきません。目前不能让你往里面去。フライヤー様からジタン様への伝言をくどづかっております。フライヤー小姐又要传话给ジタン先生您的话。ジタン少し時間がかかるやもしれぬから、港宿屋で待っておいてくれぬか。ジタン、我可能会稍微花点时间，可以在旅馆里面等我吗？とのことです。以上就是传话。好吧，那就是要去旅馆了。应该是这里吧。大変だ、不得了了。どうしました？何の騒ぎですか？在吵什么呢？有什么事情吗？子供がアントリオに襲われたんだ。小孩子被蚁虱攻击了。アントリオンがいつもはおとなしくしているのにどうして？蚁虱吗？平常很安分的，怎么会？なんとかしてあの化け物をおとなしくさせられないのかい？能不能想办法让那怪物安分下来呢？困りましたね。真是伤脑筋了。取り急ぎ私は大祭司様にご報告しておきます。我要赶快向大祭司报告。还慢慢走。おおい、待てよ、そんな悠長の。おいおい、还跟你慢慢来。たく、クレーナのやつってのはどいつもこいつものんびりしてやがる。真是的、クレーナの人每个都是这样子、悠悠哉哉的。おい、そこの兄ちゃん、腕に自信があったら手を貸してくれねえか。喂、那边那个小哥、如果你对身手有信心的话、能不能帮个忙啊。蚁虱啊、先去记录一下吧。想起以前 PS 时代，一张记忆卡只有15格可以记录而已，真的是蛮少的。この横っちょで子供がアントリオンに襲われてんだ。小孩子就是在这旁边被蚁虱攻击的。こいつがアントリオンか。这家伙就是蚁虱啊。
や、助けてくれ、チョミア。あ、おい、しっかりしろよ、今助けるからな。おい、小心で、おしゃれりチョミア。チタン、まだ子供は大丈夫か。チタン、小孩子还没事吧。あ、大丈夫だ、うん、没事。大丈夫じゃないぞ、なよ、没事だ。その声は、这声音是、もしや、パク王子ではありませんのか。難道是パイク王子、パク王子吗。お、フライヤー、久しぶりじゃの。あ、好久不见了、フライヤー。あー、うぅ、一体、干什么、好痛。效果没有效，你匿名的背心，哇，210滴血。东西呀、啊，用掉一个偷一个，好像没什么用。间全部快死光了，哦，黄金的先加血再说吧。死还拖得到吗？东西好，你该死了。没打中。哎，我应该用魔法就好了。啊，挂了。
王子ご無事ですか。王子に召しは。おう、フライヤー、久しぶりだな。うん、フライヤー、好久不见了。しかしどうしたのですか。長い間ブルメシアを出たまま行方知れずになっていると聞きましたが、可是怎么回事呢？我听说你很久之前就已经离开布鲁梅西亚失踪了。ちょっとな。有点事。さあ、大聖堂にはブルメシア王もおられます。会いに行きましょう。来、布鲁梅西亚王也在大圣堂。去看他吧。おやじか、老爸。いや、親父に会うのは手でよろしくとだけ言っておいてくれ。不。要跟老爸见面我不好意思。就帮我跟他说。我请多指教吧。跟他说声好，问声好吧。呀。王子。Bibi, 元気でな。Bibi, 你要保重。なんだか生意気な子供あるね。ビビの方がよっぽど可愛いあるね。真是个臭屁的小孩子。ビビは比他可愛多了。あの子、僕の初めての友達なの。刚才那个小孩子是我第一个朋友。ちょっと追いかけてくる。我去找他。そうか、パクが来ておったのか。是哦，帕克已经来了吗？相変わらずのワンパクぶりでした。他还是那样子的调皮。あいつとは久しく会っておらんの。我跟他好久没有见了。私がブルメシアを出た一月後に、パク王子も出たと聞きますから、もう5年です。我听说我离开布鲁梅西亚一个月之后。帕克王子也离开了，那就已经是五年了。しかし、パクといい、フライヤーといい、この危機にわしの元に帰ってきてくれるとは。不过，不管是帕克还是弗莱亚，你们都在这次危机回到了我的身边。感謝しておるぞ，感谢你们。フライヤー様、我々はこれから古来より伝わる。砂嵐の力を強めるための儀式を執り行います。フライヤー小姐、我们现将要举行自古相传的用来增强沙暴力量的仪式。クレイランを取り巻く砂嵐の力を強めれば、敵も諦めて帰ってくれることでしょう。如果能把克雷拉包在克雷拉包着克雷拉的沙暴的力量增强的话，相信敌人也会放弃回去吧。そこで隆起であるフライヤー様の力を加え、より強力な砂嵐を作りたいと思うのですが。所以我们希望能够再加上龙骑士的弗莱雅小姐，你的力量做出更强力的沙暴。ブルメシアとクライラが一つだった頃から伝わるあの儀式の頃ですね。わかりました。你是说布鲁梅西亚和克雷拉还是一体的时候所传的那个仪式是吗？我明白了。ジタン、私はブルメシアを守ることができなかった。ジタン。我没有办法保护布鲁梅西亚。もうこれ以上ブラネの思い通りにはさせたくないのじゃ。我不想要再让布拉尼称心如意了。弗莱亚，なんだか変わったな。弗莱亚，我觉得你好像变了呢。初めて会った頃はそんなに強い心を持ったやつだとは思わなかったで。第一次看到你的时候啊，我不觉得你是个内心这么坚强的人呢。フラットレイ様が願ったブルメシアの平和はついに叶えることができなかった。フラットレイ，他的心愿，他希望的布鲁梅西亚的和平没有办法实现。
今の私にできることはこの美しいクレーラーを守ることのみ。而现我能够做到的就是保护这块美丽的克雷拉。クレーラーを守ることはきっとフライヤー自身のためにもなると思うぜ。保护克雷拉 我相信也是对フライヤーに自己有帮助的。自分自身のため对自己有帮助。看起来很像是俄罗斯的传统舞蹈啊。竖琴弦断掉了。不吉利呢，不吉祥啊。沙宝消失了吗？驚いたな、砂嵐が消えちまったぜ。真是惊人呐、沙暴消失了。砂嵐が強まるんじゃなかったのか？沙暴不是会变强吗？私には分かる、分かぬ、分からぬ、我不知道。このようなことは、我々がクレーラーへ移り住んでからなかったことです。这样子的事情是我们自从我们移居到克雷拉之后从来没有发生过的。古来より我々はマリクを持った石をハープに取り付けて。自古以来我们就把具有魔力的石头安装在竖琴上。そしてそのマリクを持った石の力で砂嵐を制御していたのですが、然后用这个具有拥有魔力的石头的力量控制沙暴。何者かがこの結界を破ろうとしているのかもしれぬがな。也许是有人试图要破坏这个结界吧。私もそうではないかと恐れていたところです。我也正在怀疑是不是这样。敵が幹から上がって来なければ良いのだが、希望敌人不要从树干那边上来。那就肯定会的嘛。このようなところに閉じ込めおって、居然把我关在这种地方。許さぬぞ、容と松め。该死的、终与松、不可原谅。こっちはいい迷惑す。我才伤脑筋呢。何を抜かすか、勝手について、気負ってからに。你在说什么、是你自己要跟过来的。だけど大変すね、不然ね、に裏切られてしまって。
不过真是不得了啊，居然被布拉尼背叛了。これは何かの勘違いされているのである。这一定是有什么误会。就陛下は自分を裏切ったりしないのである。女王陛下是不会背叛我的。女王陛下背叛自己的部下，这该怎么说呢？会有这种事情吗？まだそんなこと言ってるんですか？你还说这种话？知らないっすよ。ガネと姫がどんな目にあっても、我可不会管呢。不过，加内特公主遭遇到什么事情？姫様、今お助けに行きますぞ。我先就去救你。お母様はきちんと私の話を聞いてくださるのかしら。ママ、愿意听我的话吗？お母様は何が不足でブルメシアを襲ったの？ママ是有什么不满足的地方要去攻击布鲁梅西亚呢？お母様は何が不満で私たちを捕まえたの？ママ是有什么不满意而要逮捕我们呢？ちゃんと順序を追ってお話ししなければ。必须要一件一件的问他才行。そういえば、いつ頃からかしら、お母様の様子がおかしくなったのは。回想起来、妈妈的状况是从什么时候开始变奇怪的呢？私の昨年の誕生日、是我去年的生日吗？あの時、見たことのない背の高い人が来て、那个时候有个高高的没有看过的人来。関係あるのかしら？会跟那个有关系吗？でも確かにあの日からお母様の様子がおかしくなった。不过妈妈的状况确实是从那一天开始变奇怪。そうして、間もなくトット先生がアレクサンドリアを離れてしまったんだわ。然后没有多久，托特老师就离开亚历山大了。あの日からどうして？从那一天，为什么呢？布拉尼様がお呼びでおじゃるよ。布拉尼女王在传唤你。お前を連れて行くでおじゃる。要带你过去。あなたたち、你们。宮廷道化師の身でありながら私をお前呼ばわりするのですか？你们身为宫廷的小丑，居然这么对我这么不庄重吗？うるさいでおじゃる、啰嗦。連れて行くと言ったら連れて行くでおじゃる。说要带你过去，就是带你过去。とこういう時は、这个时候。いい加減にしろよな、この野郎。给我放小心一点な、混账。なんでおじゃるが、今の言葉。刚才那句话是什么？難しくて、理解できないでおじゃるよ。太難了、我没有办法理解。とにかくプラネ様がお呼びでおじゃる。总之、プラネ女王在传唤你。さあ、入るでおじゃるよ。あ、进来吧。ブラネ様をお待たせてはいけないでおじゃる。不要让ブラネ女王等久等了。お母様、ママ。おう、ジャネット。あ、ジャネット。どこへ行っておったのじゃ？去了哪里呀？母は夜も寝られんほどに心配しておったぞ。妈妈担心的你，担心你，担心的晚上都睡不着觉了。さあ、もっと近寄って顔を見せておくれ。来，再走近一点，让我看看你的脸。
母様、一つお聞きしたいことがあるのですけれども、妈妈，我有一件事情想要问你。なんじゃかわいお前の聞きたいことなら何でも答えてやるぞ。什么事啊？可爱，你可爱的你要问的事情，我什么都会回答的。あのブルメシアを滅ぼしたという話は本当の話なんでしょうか？我听说您消灭了布鲁梅西亚，这是真的吗？なんだ聞きたいというのはそんなことなのか？什么？你想问的就是这种事啊？それは違うのじゃ、ガーネット。不是哦，ジャネット。あれはブルメシアのネズミたちがアレクサンドリアを滅ぼそうと企んでおったのじゃ。那是因为布鲁梅西亚的那群老鼠啊，想要消灭亚历山大。だが、この美しきアレクサンドリアをそうやすやすと滅ぼされてはならんじゃろ。但是总不能让这么美丽的亚历山大就那样子轻易的被灭掉嘛。だからそうなる前に先手を打ったのじゃ。所以我才会先治于人呢，不对，先治人呢，先下手为强。その話信じても良いのでしょうか？真的是这样子吗？当たり前ではないか？那是当然だ。それとも母の言っていることが信じられぬのか？还是你不相信妈妈所说的话吗？真是难呐。相信不相信？好吧，姑且相信吧。そういうことだったのですか。疑って申し訳ありませんでした。原来是这样吗？对不起，我怀疑了妈妈。おう、分かってくれたか。母はいい娘を持って幸せに思うぞ。あ、你相信我，真是太好了。妈妈有你这个好女儿，真的是觉得太幸福了。ちょっと僕もそのお芝居に混ぜてもらっていいかな？这场戏可以让我也加入吗？お芝居？戏？そう、とても美しい物語のお芝居。没错，是非常美丽的故事的戏。白馬に乗った王子と骑着白马的王子与見た目吗？还是剣幕？うるわしき王女の試練の物語。还有美丽的公主的悲情的爱情故事。王女はその美しき肌に悲しみの色をたたえたまま、百年の眠りに落ちる。公主将带着公主的美丽的肌肤，将带着悲伤的色彩沉睡百年。あなたはどこかで？好像在哪里见过你。君と僕とが出会うことはどうやら運命で決められたことのようだね。你跟我的相遇啊，看来似乎是命运。さあ、僕の可愛い小鳥よ、僕の元へおいで。哎，我可爱的小鸟，到我的身边来吧。そして僕が無限の世界へと誘ってあげよう。然后我将引导你向梦幻的世界。不，被吓了，催眠术。思った通り、寝顔がとっても素敵だよ。你的睡脸啊，跟我想象的一样，非常的棒，非常的美妙。哼，生意気なコスメが、コモスメが，哼，嚣张的小娘们。送，すぐにガネットから召喚獣を取り出す準備を取り掛かるんだよ。立刻准备把召喚兽从加内特的身上取出来。
ガネと姫もようやく16歳を迎えたでおじゃるな。ジャネットは終于也到了16歳。ガネと姫もようやく召喚獣を取り出せる体になったでごじゃる。ジャネット公主終于也到了能够取出召唤兽的成长到能够取出召唤兽了。無限の命を持ち召喚獣。今そこに16年。わあ。这个咒语太快了，没办法念。時は来たれ、時候到了。まずはいでよ。出来吧、奥丁。ここにいたのか、フライヤー。你在这里呀、フライヤー。お主、この砂嵐が消えたのはなぜだと思う？你觉得为什么沙暴会消失呢？俺にとっちゃ砂嵐があったことだけでもびっくりだからな。对我来说，有沙暴啊，对我来说就已经是很吓人的事情了。消えた理由なんて全然わかんないよ。完全知道为什么会消失啊。お主は知らぬであろうが、この砂嵐は500年の間一度たりとも消えることがなかったのじゃ。我想你应该不知道，这个沙暴已经在这500年之间并没有消灭过。やはりこれもブラネの仕業なのじゃろうか。这也是布拉尼的手段吗？应该是第二个吧。布拉尼と一緒にいた妙な男のことが気になる。我很在意跟布拉尼在一起的那个奇怪的男人。あのブルメシアの男が何者じゃ？あやつは。那个在布鲁梅西亚遇见的那个人吗？那家伙到底是什么人呢？妈，又一把，也罢。ところで次談、私は砂嵐が消えた原因を探るため、幹の方へ降りてみようかと思っているのでよ。思っているのじゃが。导师次談、我想要到树根那边，寻找沙暴会消失的原因。ちょっとよかった。俺もそのことを言いに来たんだよ。那刚好、我也是来跟你谈这件事情的。そういうことなら話は早いな。既然如此、那就好说了。俺はビビとクイナを探して町の入り口で待っているぜ。那我去找ビビ还有クイナ、在路口等你よ。先去跟国王报告嘛。先调一下装备吧。黄金盔。无法回避加10。其他的好像还好。もう一度砂嵐を復活させることってのはできないものかね。能这让沙暴复活吗？やはりここも狙われてるのか？这里果然也被觊觎了吗？ハープの弦を切るほどのイナス弦は強大な力が我々に向けられているのでしょうか？
是有强大到足以让竖琴的弦断掉的力量向我们发出了吗？これは邪悪な力を持つ何者かの仕業ではないでしょうか？这应该是拥有邪恶力量的什么人下的手吧。弦が消えるとは不吉です。弦断掉了，真的是不吉利啊。不死鸟的羽毛。你有看到帕克吗？この宝石は古くからクレーラーに伝わる由緒正しきお守りです。这颗宝石是自古克雷拉相传的，其来有字的守护石吧。あなたでしたらきっと使いこなしていただけるでしょう。我相信你一定可以好好的运用吧。エメラルド、翡翠。敵が攻めてこないか、とっても心配です。我很担心敌人会不会攻过来。得到了一块翡翠。所以要去找帕克吗？还是帕克就在出口？这是发生什么事情的前兆吗？一旦风变弱，这个水车或许也会停下来。对啊，因为他们就是以沙暴的力量转动风车来挤水的嘛。现在沙暴停了，风车应该也会停吧？应该是蛮严重的事情。よ、フライヤー、遅かったな。みんな一緒に来てくれるってさ。哦，フライヤー，你新才来呀？大家都要跟我们一起去哦。さ、行こうぜ、走吧。結局パクと会えなかった。ミキの方にいるのかな。結果我没有找到パク。他是在树干那边吗？この町の砂はほんのり甘かったあるよ。この町はとっても美味しい町あるね。这个城镇的沙子啊，有点淡淡的甜味呢。这个城市是非常好吃的城市呢。みんなの友情に報いるためにも、何としてもこのクレーラを守らなければ。我得回报大家对我的友情，论如何都必须要守住这个克雷拉。太好了，没有了。亚历山大利亚，是亚历山大兵啊！
既然是女兵的话，那等一下该不会要打贝亚特利克斯吧？菲尼克斯的尾巴。治疗剂有没有什么可以让他闭嘴的龙剑？我方全体的 NP 恢复。糟了，就直接斩了。什么失败？真是的，明明都已经让他睡着了，照理说应该是想怎么样摸就得可以怎么样摸才对啊，怎么会偷不到呢？毕竟是游戏啊，又没有偷到。生命数居然要十点的 NP 啊，真多哎！怎么小兵都动不起来，真是让人失望。
抽一个小兵哥哥抽十分钟啊。生命还能劈到我，真是也太准了。耗死，哎，真是。这里应该是拿道具的，嗯，没错。所以关的那个闸门到底是干嘛的？那个开关到底是干嘛的？虽然直接就关掉了。
感に主の代好吧，因为我一开始就开了那开关，所以有些地方本来不能走的可以走，我没有发现，也许是这样吧。少し待ってはくれぬか、吉坦，可以等我一下吗，吉坦？先ほど出会ったアレクサンドリア兵のことじゃが，刚才我们遇到的那些亚历山大兵。本気で襲ってくるにしては人数が少なすぎる気はせぬか。如果他们是认真要进攻的话，你不觉得人数太少了吗？そうだな。这个嘛，我也是这么觉得。俺もそんな気がしてたんだ。我也是这么觉得。その通りだ。正是如此。フライヤー、街が大変なことになっているぞ。フライヤー、城市不得了。早く街に戻ってくれ。快点回城市は。しまった、やはり不安は的中したか。ああ、我心中の不安、果然、猜中了。ただちに参ります。立刻过去。何やってんだ、お前らも来るんだよ。干什么、你们快点来啊。よし、行こう。快、走吧。いよいよ準備が整ったようですね。终于准备好了样子。お前たちここまで来やがったのか。今どっちいられま。キルキル、さあさあ、クポ、助けてください、救命啊！町中に化け物が溢れて、城市に充满了怪物。そんなにいっぱいいるのか、よずむどま。空から雨のように降ってきて、从空中像下雨一样的掉了下来。这个敌人用 BB 打，感觉上就剧情而言有点可怜，就是这里可以七六，可以买啊，四四四。好，七六吧。クレイラの者とも確保しなさい。クレイラの者、ジェウバ。おい、こっちに逃げろ。おい、到底来。俺が相手だ。用来对付你们。蓝魔法，哥布林拳，
我刚才得到了什么样的成就？没注意看。又有所苦的压力，终于要全面攻进攻了吗？キルキル。居然吸入魔法，阿斯皮林，阿斯皮林是吸魔还是吸？吸魔还是吸体力呀？等级太低了，狂升级呀、啊！这个小球形的呀，对，可恶，有这么的嚣张。马奇的后我待救不开，待救不开。城镇里面没事吧？天涯神庙的德基特伊鲁，这叫多大？敌人攻过来了，你那边怎么样？鲁梅西亚。の方々が抵抗されていますが、倒しても倒しても次々と化け物たちが、ブルメシア的人他们正在抵抗，但是不管打倒多少个，那些怪物还是接一个接着一个出现。私たちは耐えきれずに逃げてきました。我们因为受不了逃下来了。クソ、アレクサンドリアのヤツハメ、该死的亚历山大家伙。どうしましょう？怎么办？ここで悩んでいる時間はもうない。没有时间在这边烦恼了。往右边逃吧。先加个血吧。加个 MP 好了，啊，あのうちの主人を見かけませんでしたか？有看到我们家的我家的先生吗？いや、見てないぜ。不，没有看到。父ちゃんがいない、爸爸不在。ここは危険だ。这里很危险。你们往左边逃吧。ここから先へは進ませないぞ。不会让你们再前进的。してたら全滅だ。再猛猛蹭蹭的就要全军覆没了。お兄ちゃん、早く、大哥哥、快点。どっちに逃げればいい？要往哪里逃才好呢？好，穿过右边的吊桥吧。这个亚瑟达真是残忍的家伙。
主は。この調子じゃいつまでも持ちこたえられないで。看到这样子，可是无法长久撑下去啊。ここなら安全？这里安全吗？もうお化けは来ないよね？妖怪不会再来了吧？还不能安心呢、啊。まだまだ安心はできないな。お前たち気を抜くんじゃないぞ。还不能安心呢。你们可不要大意了。やはりまだ安心はできないのですね。これは还不能安心な。なんだ、まだこんなところにいたのか。すまん、还在这种地方啊。私たちこの場所がとっても好きですの。我们很喜欢这个地方。心を洗い流すような砂嵐の形式はなくなりましたけどもね。虽然能够洗净心灵的沙泡的景色已经没有了。そうだな、俺も綺麗だと思うよ。也是啊，我也觉得很漂亮。この街は綺麗な街だ。这座城市是漂亮的城市。住んでいる人もとても優しい人ばかりだ。住在这里的人也都是一些非常善良的人。だから何としてもみんなを守りたい。所以无论如何我都希望能够保护大家。さあ、大聖堂に集まろう。みんなで力を合わせれば何とかなるさ。快点，你们去大圣堂集合吧。大家齐心合力的话，一定有办法解决的。这个时候祭坛应该要殿后才对啊。生き残ったのはこれだけか。还活下来的人就这些了吗？大祭司はどこにおられるのでしょうか？でしょう。大祭司人在哪里呢？ブルメシア王はどこに？ブルメシア王在哪里呢？父ちゃんがいなかった。爸爸不在。みんな大聖堂の中に逃げ込んでくれていればいいけど。希望大家都已经逃到大圣堂里面就好了。さあ、大聖堂に入ろう。快点去大圣堂吧。また来やがった。居然又来了。そっちも、なびよ。取り込まれてしまった。被包住了。くそ、守りきれるか。くう、それじゅうま。邪悪なる者たちよ、そこまでだ。ぜ、シェアでな、到此为止了。この槍が折れぬ限り、この血を奪うことはできない。只要我的枪还没有折断，你们就不能够夺下这片土地。诶，这该不会是弗拉特雷吧？其他努伊塔瓦塔西诺亚利诺马伊尼瓦，我们他其他都乌斯哈姆斗争。在我的久经经过锻炼的枪之前，你们就如同伯爷一般呐、啊。さあ、早く逃げるのだ。快点逃吧。誰だか知らないけど、オンに来るぜ。我不知道你是谁、不过、多谢了。フラトレイ様、フラトレイ、お会いしとうございました。ああ、我一直想见你呢。私はあなたがブルメシアを出られてから、あなたを追いかけ、国を飛び出したのです。自从你离开布鲁梅西亚之后，我为了追你，也离开了国家。フラトレイ様はこれまでどの川を渡り、どの山を越え、您过去渡过了什么样的河流，穿越了什么样的山，一体どんな国で過ごされていたのでしょう。
在什么样的国家生活了呢？弗拉特雷什么？弗拉特雷先生，あなたは孟夏を倒したという孟夏を倒した噂を聞いてや千の川を渡り。我听说你打倒了孟子的传闻，而渡过了千条河川。あなたがつわものを倒したという噂を聞いては千の山を越え。我听说你打倒了强者的传闻，穿越了千座的山。それでも私はあなたに出会うことができませんでした。即使如此，我还是没有办法未能和你见面。そして最後に聞いた噂は、最後我听到你的传闻，もう思い出したくもない。我真的是完全不想再想这件事。フライヤーとやら，这位フライヤー。原来已经丧失记忆了是吗？お主と私が会うのは今が初めてのことのように思うのだが。我觉得我跟你好像是第一次见面。今なんと您说什么？すまぬ、私はあの主のことをどうしても思い出せぬのだ。抱歉，我怎么样都想不起来 你的事情。这冗談にしては笑いぬ。这玩笑可不好笑啊。フライヤーのことが、このフライヤーのことがどうしても思い出されぬと申されるのか。你说你无论如何都想不起我的事情吗？フライヤーじゃと思い出さぬか。ブルメシアのフライヤーじゃ。我是フライヤー。你想不起来吗？我是布鲁梅西亚的弗莱亚。什么？抱歉。啊！哎，ちょっと待てよ。哎，等一下。知らないってことはないだろ？怎么会不知道呢？お前の恋人のフライヤーだろ？是你的情人弗莱亚。もう一度よく考えて思い出してみろよ。你再仔细想想看嘛。おい、なんとか言ったらどうだ。说些话嘛。もう良い、時短。用在说了、時短。何がいいんだよ。什么不要再说了。あれだけ追い求めていたお前の恋人が今ここにいるんだぞ。你一直在追寻的你的那个情人就在这里呀。フラトレイよ、フラトレイ。わしのことは覚えておるか、ブラメシオの王者。你还记得我吗？我是布鲁梅西亚的王。一切覚えておりません。我完全都记不得。これはしたり、すべての過去を忘れたとっても申すのか。也就是说，你已经把过去的一切都忘了吗？では一つ尋ねるが、お主はどうしてこのクレイヤーに？クレイラーにやってきたのだ。那么我要问你，为什么你会来克雷拉呢？我らブルメシアの民と同じ地を分かち合ったクレイラの危機を知ったからではないのか？难道不是因为得知了与布鲁梅西亚的子民有着相同血脉的克雷拉有了危机吗？それは俺から話そう。这就由我来说吧。帕克，フラトレイは罠。俺が世界を旅していた途中に見つけたんだ。フラトレイは是我在旅行世界的途中见找到的。やっぱりその時フラトレイは俺のことが誰だかわからなかったのよ。那个时候啊，フラトレイ也是一样不记得我是谁。自分が誰なのかさえも。连自己是谁都不知道。でもブルメシアが襲われたと聞き、そしてクレイラも危ないと聞いたとき、可是当听到布鲁梅西亚遭到攻击，而且克雷拉也有危险的时候，ただうっすらと残った流血史としての記憶だけが、フラトレイをこの地へと呼ぶことができたんだ。はい、
留在心中的那一小小的龙骑士的记忆，让弗拉特雷，将弗拉特雷呼唤到这个地方来。六騎士，龙骑士。So， 私は六騎士だった。没错，我曾经是龙骑士。だが今はそれ以上のことを思い出せない。思い出せぬ。但是我想不起更多的事情了。フラトレイ様、フラトレイ。では私は失礼する。那么我就告辞了。フライヤー、追いかけなくていいのか？フライヤー、你不去追他吗？もうよい。算了。フラトレイ様が生きているということが分かっただけでも私は幸せ者じゃ。光是知道，只要知道弗拉特雷他还活着，我就很幸福了。すまない、フライヤー。对不起、フライヤー。まだ忘れるべきじゃないと思ってたんだけど、ほら、クレイラーがこんなことになってしまったからな。我本来想说，还不是应该让你们见面的时候的，但是克雷拉发生了这样子的事情啊。お心遣いご不要にございます。不用这么为我操心。俺はちょっとフラトレイを探してくるよ。我去找一下フラトレイ。じゃ、な、これまたのかパク。久しぶりに会ったと申すに。喂，等一下啊，帕克，好久不见了。啊，あれ今のパクちゃん。刚才那个不是帕克吗？みんなどうしたの？你们怎么了？あれもしかして泣いてるの？フライヤー。フライヤー你在哭吗？おもはゆいの、おもはゆいの。真的是怎么样？令人痛心吗？幾度となく夢に見た男にやっと出会えたというに、我在梦中梦过无数次，而终于见到的那个男人。その男は私のことをこれぽっちも覚えておらんかったのじゃ。那个男人居然完全记不得我了。さあ、ジタン、まだ敵の手が休まったわけではなかろう。好了，ジタン，我想敌人应该不会就此收手才是。今一度体勢を立ち直すのじゃ。再重新准备一下吧。フライヤー、フライヤー。出现了女将军。命ばかりはお助けを、饶我这条命吧。哼，なすけないね、罪どもよ。真是没出息的老鼠啊。お前たちにはこの宝珠を持っておく資格はありません。你们没有拥有这颗宝珠的资格。その宝珠は、那颗宝珠、その宝珠さえ手に入れば。もうこの街などは用はない。拿到了这颗宝珠，那么我就不需要再耗在这座城镇里面了。待て，慢着。没有出现牺牲者。これをお役に立ててください。这个拿去用吧。不死鸟的尾巴，万能药。妊婦のカード，卡片。ズーのカード。圣灵药。麻醉剂，菲尼克斯的羽毛，结果她的丈夫真的不在了，真的是可怜啊。
好，那么这次就先时空到这里了，谢谢欣赏。